青子がいるのね。私とは違った事情でサーヴァントになっているようだけど。彼女について語ることはないわ。青子も、私について話すことはないでしょうね。ないわよね。お互いボロを出し合うだけの悲しい殴り合いになるっすからね。文学によった童話は管轄外だけれど、興味がないわけではないわ。 お話を聞かせてくださる、ミスター・アンデルセン。特にアヒルの子の話と、出せなかった恋文の話を。